日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は勉強に取り掛かるまでの時間について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。よろしくお願いします。ちょっと長いタイトルでしたね。長い、テーマのねトピックでしたね。勉強に取り掛かるまでの時間について今日は話したいと思います。勉強に取り掛かる、取り掛かるというのは始めるということです。勉強を始めるね、例えば皆さんがよし今日は日本語を勉強するぞ、今日は文法の勉強するぞ、今日は元気の、第7課をするぞとかね、今日はワニカニをやるぞとかね、こう今日は日本語コンテッペを聞くぞとかね、そうやって思った時に時間がかかりますね。例えばよし勉強するぞと言ってからちょっとなんか G メールチェックしたり、ちょっとなんかこうニュースを見たり、ちょっと漫画を読んだり、ちょっとなんかゲームしたり、ちょっとなんか食べたり飲んだり、ちょっとテレビ見たりネットフリックス見たりテラスハウス見たりっていう、そういうことです。まあプロクロスティネーション何かをやろうと思ってて、だけど勉強とかね大事なことがあるのに他のことをするということですね。これはいけない、これはいけない。じゃあどうするか、どうすればいいのか。これはね簡単です。もうすぐやる。すぐに勉強に取り掛かるということですね。まあそんなこと分かってるよ鉄平、そんなこと分かってるけどできないんですよという人がほとんどだと思います。でもこれはもうプラクティスね、もう練習ですね、訓練です、ね、もうやるぞって言ったらやる、もうやる、もうね、もうゲームするんじゃなくて、もう勉強すると言ったら自分に嘘をつかない、ね、自分に嘘をついて、いや勉強するんだけどしないといけないんだけどちょっとゲーム、こういうことをしない、もう勉強すると言ったら勉強する、ね、やってください。まあ、日本語コンテッペを聞くのが一番ですね。もうなぜかというと日本語コンテッペは他のことをしながら聞けますね。例えば外を歩きながら、外を散歩しながら聞けるし、家の掃除をしながら聞きますね。家をきれいにね、こう掃除、クリーンアップですね。家をタイディアップとかね、クリーンアップ、掃除と言いますね。家の掃除をしながら聞ける。だからいいですよね。もうイヤフォンをつけて、イヤフォンを耳に入れて、で、スポティファイとか、キャストボックスとか、そういう、あと iTunes のポッドキャストですね。プレイを押すだけで、日本語コンテッペイは始まります。だからね、もう日本語コンテッペイをどんどん聞いてください。日本語コンテッペイを聞けば、JLPT のリスニングも絶対に良くなります。絶対にリスニングスキルが上がります、ね、だから心配しないで毎日毎日日本語コンテッペイを聞いてください。それではまた皆さん、チャオチャオアスタレゴ、またねまたねまたね。またね